はい、お疲れ様です。本当に疲れました。もう、いや、8時過ぎたか。夜の8時過ぎなんですけども、やっと、まあ、目処がついてきてね、もう目がしょぼしょぼして、今日は、もう、あれです。明日また早起きして、もう一頑張りです。最後、もう一つちょっと、頑張れば終わりかなっていうふうなところなんですけれども、まあ、なんとか無事に終わりそうで、ほっとしてます。目いっぱい、いろいろと遠隔でもできるようにと思ってね、今、あれじゃないですか、コロナになってからリモートでいろいろこう作業、お仕事できるようになったんで、申告なんかもですね、せっかく電子申告だとかあるし、郵便だとかファックスだとか電子メールとかフルに利用してですね、極力その移動時間を減らしてしっかり説明をしつつですね、あとコロナも少なくなってきたとは言ってもですね、やっぱりご高齢のクライアントさんで、しかも持病を持ってたりする方も多いもんですから、あんまりその接触しないように、なおかつちゃんと説明をして承認をいただいてみたいなことで、やっています。なんとか目処がついてきてほっとしてるところなんですけども、それでほっとして遊びのネタが、古いんですが、これですね、これいつ買ったの？インターフェイスってね、当時雑誌があって、それの、別冊なんですよ。これずいぶん古いんだな。いつ買ったの？ OS9 特集なんてあるんでね、昭和61年とかかな、これ。だからまだコモンリスプなんかがようやく制定されたかどうかってことじゃないかと思うんですけども、でここにね、コードエディターのコードが、説明とかね、コードがあるんで、これちょっと今眺めたところなんですけどね、デイなんで、黒川先生の最初の本なんかはあれですよね、リスプで、関数定義はデイで始まるっていう、懐かしいなっていうんです。で、ここのね、エディット F っていうのがメイン関数なんですけどもね、ゲット D っていう関数があって、これが多分その関数シンボルに紐付けられている関数定義の本体なんですよ。これを取り出してきて、でこれをコードエディターで編集をして、でもう一回読み込まされるんじゃないのかな、イバルで再評価をして、その、内容を書き換えるみたいなことでね、なんか懐かしいなぁなんて思いながら、でこのコマンドに沿って整理しようかなって、UDRPC とかあって、レフト、U っていうのはアップで、D がダウンで、R がライトか、L がレフト、P とか T とかなんだっけな、そういうコマンドでね、その S 式の中を行ったり来たりして、でそこのところに追加したり、削除したり、修正したりするっていうやつなんですけどね、まあ、リスト操作の、破壊的な操作の勉強にも思い出すのにいいかななんて思ってます。まだこの頃だね、まだまだコモンリスプってのが、まだまだこれからみたいな時期だったんじゃないのかな。リスプのプログラミングね、昭和61年頃とバブル真っ盛りの頃ですね。その頃に、お腹って読んでたんですけども、当時は受験勉強で、資格試験の勉強を取るするのにね、本当に安アパートで 貧乏生活しながら でもなんかリスプが忘れられなくて、こんなん眺めたようなのも思い出しながらいましたが、これ、いや、ようやく15日で目処がつくんで、ちょっとまたリスプ遊びしてみたいなと思ってます。じゃあ。